ここさ、開く？黄金の鍵を使おう。よかった、ここでよかった。宝箱あるんじゃない？はいはい、そうだよね。ここに、でっかい穴だな。下の階からの吹き抜けになってるみたいだ。うん、いや、そうだろうな。ここでもしかしてワンチャン、あの宝箱にロープみたいのが入ってて、下からミント引き上げて合流していくみたいな、そういうこと？チャームボトルを手に入れました。そういうことではないのか。ミント回収できないのか。ロープをさ、いや今更でっかい穴だなとかって言ってるけど、いやでもロープが使わんか。まさにここで使えそうな感じするんだけどな。ボス戦が控えてると思うんだけどさ、ミント抜きでやるのか。それはそれでまあまあきついような気もするけど。もうミックスグミをね消費してしまってる。ここまで、あ、やっちゃった。これドルイドともチャロンもどっちも吸収するだろう。このあやだよね。アーチがお荷物になるな。何にした？今呪文は奥を狙いじゃなくて呪文は使うなにして、でこの先空レスはもうはよはよ 100% を極めたいところなんだけど、これマックスウェルでくたばる。あ、いいね。なんかマックスウェルのさ効果ってポケモンの転がるに似てないか。当たった回数が増えれば増えるにつれて攻撃力が増していくみたいなさ、そんな感じしない？でここにもあるよね、黄金の鍵で開く。ああ宝物庫か。ドラゴンステーキ、まあ、ドラゴンとステーキを組み合わせるその文字の羅列を初めて見た気がするわ。あんまり美味しくなさそうだ、ドラゴンの肉。ドラゴンステーキだらけじゃねえかよ。ドラゴンステーキをこんだけ手に入れたとしても、あ、これは呪文で、おじさんの先空レザーのダメージがこいつには通らないから回復されちゃうから、ちょっとなるべく遠距離で、おじさんそんなに近寄らないで呪文部隊に任した方がここはいいんだろうけど。いや危ねえわ。このアイアンゴーレムさ、ドレインパンチみたいの使ってくるじゃん。おじさんがぶん殴られたらこのアイアンゴーレムが HP を吸収するんだよな。だからなるべくぶん殴られないうちに突破したいところなんだけど、今ちょうどクラスの MP が97と98がの部分がデッドラインみたいになってるよな。あーでまたルナを使ったことによって減ってしまったけど、まあしばらくクラースの装備はあれでいいと思う。でおじさんの装備も別にいいと思うんだよな。っていうかアイアンブレッツさ一回も装備したことないから装備してみるか。まあ走ることできなくなるし足も遅くなるんかな。戦闘時の移動速度が半分、ステータス何か変わってるか。ああもうジェットブーツがどこにあるか探せねえわ。ステータスが変わるわけではないのか。メリットが何なのか。アイアンブーツのメリットは何だ。ただ動き遅くなるだけのクソアイテムなんか。いや物理ダメージ物理ダメージも同じくらい食らってない。しかも変な方向向いてたし、ただのクソ雑魚装備なのかな。アイアンブーツって売る専用のアイテムみたいな、ね、そういう系。もう用途が不明なんだよな。あーくそ、めっちゃ遅い。これ技使った時にも遅いのかな。技使った時には遅いのかどうかは判断しにくい。でアーチェの技がもしかしたらこいつに、どこ行った、
消えやがった。あー、反対側にいる。アーチの技で HP 吸収するんじゃないかっていう不安がよぎったんだけれども、その使われる前に仕留めてくれてる。で、クラス回復入れた方がいいな。レモン組使うか。レモン組がいっぱいあるから、いっぱいってことでもね。あ、HP か。あれあれ、 TP 回復するやつなかったっけ。パイン組か。待て待て、パイン、あ、あとパイン組4つ。いや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 、まあまあ厳しいな。うん、でちょっとおじさんミックス組でどっちも回復する。いいとこ取りして、ドラゴンの肉と同等の味が楽しめるという珍獣のステーキ、うめえんかな。トカゲとかの肉みたいなもんだろう。でもドラゴンってさ、実際あれだよな、鳥みたいなもんだろう。なんかその、ちょ、一回装備直すか。あ、鳥の祖先が恐竜だよみたいな説あるでしょ。まあ、見た目トカゲとかさ、イグアナとか、ああいう爬虫類が恐竜の祖先でしたみたいなさ、なんかそういう風潮あったと思うんだけど、実はそうじゃないんだよと、鳥が恐竜の祖先なんだよみたいな風潮あるから、ただの鶏肉の可能性があるんだよな、そのドラゴンステーキ。で、日差しがめちゃくちゃ眩しい。なんか最近天気不安定だよね。なんか急に曇ってたと思ってたのがめちゃくちゃ晴れ渡ったりとかさ、マジ勘弁してほしいわ。実況する上でちょうど俺の部屋のモニターに日光がっつり当たるから危険なんだよな、カーテン開けておくと。はい、でこれで上に行って、もう黄金の限り回収するべきもんは手に入れたから、ボス行っていいのかな。ミント抜きで行って行くもんなのか。吹き抜けがあるうんぬん言ってるけど、そもそも上に行く手段がないから。いやでもさっきの文章が出るっていうことは、何かしらの方法で上に行くことできたのかな。で、今回のパートもコーラ飲みながらやっていくね。ここでのオレンジ組はでかい。で、こっちかの、こっち、はい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 。あー、でも待て、8つの門がどうのこうのとか言ってたよな。8つの門をどうにかするには4人が四つ角に立たなきゃならないみたいなこと言ってたよな。だからやっぱミント必要だな。うわー、これここまで来ちゃったけど、また戻るのめんどくせえな。ホーリーボトルがない状態で戻らなきゃいけないの、本当に鬼めんどくさいぜ。まあでもミント、まあアーチェとミントのレベルの差が少しだけ緩和されるって考えたらいいのかもしれないけど、逆に今まで一緒にいたおじさんクラス、ミントの差が広がっちゃうっていうのは、ちょっと微妙な感じはするわな。で、ほぼおじさん一人でぶん殴ってご利用しよう。はい、で、セーブするけど、いや、これダメ。4人が4つの方角に向いて念じることを吐きとした方がいいのこと。いや、だから、つまりそういうことだと思うんだよな。いや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 、やっぱさっきのあれおかしかったもんな。おじさんがわざわざ吹き抜けになってる。いや、でもロープ使えなかったから。え、あの落とした石像あったと思うんだけど、ちょっと待って、このアーチ何もしてなくねえか。ただただもう昼に血を吸われるかごとく MP を吸収させてやってるぐらいしかやってないよね。何やってんのこいつ。 MP が使えないわけでもねえのによ、ただただチューチューさせて提供させてるっていう。イカれてるわ。イカれた所業をしてるぜ。うん、でアーチは呪文使うのにして、いや5体も出てきやがった。
こいつらはマックスウェルしか対応しようがないからな。いやいやいや、ちょっと待って、これ。あー、回復してるわ。マジ勘弁だよな。今、何した？今、クラースが。クラースが謎の動きしなかったか。おー、いいね、集中砲火。うわー、これがまだあと4体もいるのか。4体もいなさそうに見えるんだけど、4体いるからな。いや、左側からついてるんだったら、左側にいるやつにも当たってほしいんだけど、何なのって感じするよね。おしおし、いいぞ。ぶん殴ってる。おお、アーチの物理攻撃、意外と強くねえか。いや、50ぐらいのダメージ、いや、50も入んない、なんなら10か20ぐらいしか入んないんじゃないかなみたいに思ってたけど、3桁ダメージ入れてるもんな。で、ミックス組。いや、ここで回復アイテムをいくつか手に入れられるのはでかい。これ、道引き返して大丈夫か。何も考えず今引き返したけど、いや、左側何もなかったような気するんだが。まあ、前回のパートを見ればいいんだろうけど、ちょっとイヤホンが大変なことになってしまった。あー待って、落ちた、ボコられる。魔法詠唱中だったから大丈夫だろうと思って、何も画面見てなかったけど、危ない。今ただでさえミントがいなくて回復追いつかないんだから、これおじさんが死んだらどえれえことになる。ちょっと早いアイアンゴーレム2体と、アデプトはいいや。アデプトどんなんだっけ、魔法使い。あ、こいつか。いや、もう先空レッサーが何の役にも立たないから、もう無駄に戦闘中に大量に使って、それでパーセンテージを貯めてった方がいいかもしれないな。なるべく雑魚戦の中でも、とりわけ特に雑魚なやつと戦ってる時に無駄に空打ちとかして、89か、あと11回使わなきゃいけないから。で、アップル組まだあった。あー、ちょっと待って、あれ装備しよう。このメンタリングよりも、名前なんつったあいつ、これか。ホーリーシンボルで一旦回復させてあげて。いや、てかエンカウントマジ鬼だよな。こんなにエンカウントしたか、このゲーム。いや、1マップにつき4回くらいエンカウントするよねみたいな話はしたと思うんだけど、あ、バリアか、よかった。こうやって無駄に横幅の広いマップだったら7、8回エンカウントすんだよな。マジ勘弁だ。っていうか、先空レッサーが弱いから、もう秋定めに取り替えた方がいいのかもしれない。ゴーレムとかに効かないのがきつすぎるぜ。ドルイドはまあまあ普通に効いてくれるからいい子だよね。ああ、もうクラースがまたなくなりそう。え、アーチェはあれ装備させてないか。炎症時間は、ああくっそ。いや、アーチェお前何もすんだ。でもこれレイも効かないよな。レイっていうかルナか。ルナを使うと回復するからマックスベルを使ってると思うんだけど、まあクラスの MP 枯渇しまくってるわ。あー、オレンジ組、とりあえずこんだけ使ってあげて。あー、こっちじゃない。いや、うまいこと上に引き上げる方法多分あると思うんだよな。うえ、いや、上に引き上げる方法がもしなかったとしたら、あ、待って、いや、上にもし引き上げられなかったら、一回、町に戻って、回復アイテムとか、ホーリーボトルとかを調達しに戻った方がいいかもしれない。さすがに謎解きっていうか、探索に時間がかかりすぎてるっていう部分があるから、一旦体制を整えるためにもな、戻る方が無難だよね。でも、ホーリーボトルが、ミッドガルス
の街にないから、そこが問題だよな。あーまあいいや、直接当たってたけど、こっちの方がいやー当たってないし。あれルナってこいつ聞いたっけ。あ、アデプトには普通に聞くのか。でアイアンブーツは多分ゴーレムが落としてくれたやつだろうけど、使うことがないからな。さて気を取り直してやっていくわけなんだけど、村に戻って全アイテムを補充した。ホーリーボトルもわざわざ砂漠のオアシスのところを行って買ってきた。で玄関のさ、俺この部屋入ってないよな確か。これも城出るときにこの辺探索したっけなと思って来たんだけど、多分探索、いや、え、下？あ、なに、こう繋がってんの？来たことあるな。来たことないと思ったけど、いやでもあの扉から入ったことは多分ないよな。構造がさ、めちゃくちゃ分かりにくいよねこのゲーム。で、アーチもう呪文使いまくるように直して、いや、ホーリーボトルの運はやっぱでかいよね。ホーリーボトルあるかないかで、本当に探索のしやすさ、でもデフォでホーリーボトルと同じぐらいのエンカウント率でいいわ。この鬼変化を考えると、定列割とクソゲーな部分があるからな。まあ、それがもしかしたら次の新しい定列シリーズでは改良されてるのかもしれないけど、このエンカウント率はスタッフ見直した方がいいぜ。あんまり実況向きじゃねえからなこのゲーム。で上は何もない。これどういうつながりになってるのかようわからんよね。この部屋にさっき入って奥に行ったんだっけ。いやまあ多分つながってる感じだよな。はい、ということで、またあそこか、なんだっけ、あの謎解きの部屋。いや上からさ、俺はてっきりその拾い上げる感じかなみたいに思ってたんだけど、あんまり拾い上げる要素みたいのもないんだよな。石像落としたじゃん。石像落としたけど、あの落とした石像をもう一回上の階に上げるのかなみたいに考えたりもしてたんだけど、まず物を引っ張って画面を切り替えるっていうことができないっぽいんだよなこのゲーム。だからあともし可能性があるとすれば、まあ黄金の鍵とかで開くようになった箇所が2箇所くらいあったと思うんだけど、あっちのその付近、黄金の鍵で開く部屋の付近に実は行ける場所があるよっていうことなのかもしれんが、あ、ここ一方通行だったっけ。いやもう道がわからん。はい、でこれで開けて、ここ宝箱があった部屋か。もう振り出しまで戻っちゃってるからな。もう構造が謎だよな。で問題の部屋よ、問題の部屋まで来たけど、これさ、そのいやそもそもここダメか。こいつをここに置くから、置かないと上に行けないんだけど、この像をさっき下のマップに持っていこうとしたけど、先におじさんの方がフェードアウトしちゃって持ち運ぶことができなかったから、いやでも押すんじゃなくて引けばいいのか。ちょっとおじさん一回 MP 回復して、ちょうどこのレッドローパーがオレンジ組を落としてくれるキャラだから、 MP を回復するとしたらここで節約してたホーリーボトルも今ここで使うべきか。どこ行った。ホーリーボトル使ってこうじゃん、こうやって押すじゃん。押すけど、これ以上押せないんだよな。これ以上押せないってことは、やっぱ画面からフェードアウトさせることはできないってことで、こっち行かざるを得ないじゃん。で、ミント置くでしょ。
上から回収するとかだと思うんだけどな。いやでもその回収ルートがマジでないのかな。まあ、左側の方、まだ行っていない左側の方の探索を。いやでももう探索したぜ。黄金の影行けそうな場所は全部行ったと思うんだが、まだ抜けてる部分がどっかにあるんだろうな。デュラハンってこれ回復したっけ。いやまあいいや、回復する前にデュラハンがうまいことくたばってくれてるから、うーんで上行くじゃん。いやーこっからだとマジで意味不明なの。ここでよ、でっかい穴だな、下の階からの吹き抜け。いかにもアイテム使えそうな感じするんだけどな。でもこの辺使えるわけでもないじゃん。で不思議な手鏡も使えない。でもこういう時にいや普通はでもアイテムなんか反応するような、何々を使ってみようとかさ。いやこの謎解きマジで難しすぎるぜ。この辺のこの椅子を引っ張、いや引っ張れないよね。そもそも椅子引っ張ったところであんだけでかい穴は対応できなくないか。いやマジでこのゲームの最難関ポイント、やっぱダオスって一応このゲームのラスボスってこともあるから優遇されてんのかな。ギミックも他のギミックよりも2倍3倍難しいことを求めるような、なんか そういう感じなんだろうな多分な。で干からびてきたからコーラを飲みながらやっていくぜ。今回のパート何分ぐらいになってんだろう。ほとんどカットしてたから、カットというかあまりにも村に戻るまでに時間がかかってたから、あ待ってホーリーボトル使うか、村に戻るまでに時間がかかっててそこの部分一回撮影切って、でこのダンジョンにまた戻ってきてから動画撮り始めて、まあそれでもここまで戻ってくるまでにはあの玄関からセーブポイント過ぎてあたりまで戻ってくるまでに全部カットしてたから20分ぐらいはカットしてるから、いや意外とまだ動画自体22、3分かな多分。でこっからの俺の活躍ぶりような下手したら全部何もすることなくカットになってる可能性が大だからな。で、雑魚戦がさ、これラストボスなんかな、いや、ラストボスじゃない、ラストダンジョンなんかな。いや、あの空飛んでどっか行くみたいな感じがオープニングにあったからさ、それ踏まえるとまだ全然途中てか他の人の動画でもパート50とか言ってるからまだ全然全体の中盤ドラクエ6でいうムードの後ろぐらいのところまでしか進んでないとは思うんだが、ガチで道ないよな。でもこの部屋でこのカーテンのない部分で何かするとかか、4人でどうこうしなさいみたいなこと言ってたけど、マジ謎だよな。こっち行ったらこっち行ったらこのセーブあるでしょ。4つの方角に向いて念じること、これえもしかしてだけど、えこれ
あんまり考えたくなかったんだけどさ、うわで今の場所でセーブしたの失敗か。いや、フィールドマップ上でダウスの城を見えてるときに柱4本くらいが城を囲んでたんよ。だからそれのことを言ってんのかな。で、一旦ミッドガルズの城に戻って王様とかにそのことを報告しないとイベント進まないみたいな、そういうこと？いや、こんだけ探索して何もないっていうことはその可能性普通にありそうだよな。いや、マジででも今積んでるわ。